岡本久氏は日本の政治家、三重県伊賀市長、関西テレビ放送の元アナウンサー。三重県上野市の出身、在住で、上野市立東小学校、上野市立緑が丘中学校、三重県立上野高等学校から、早稲田大学教育学部へ進学。両親は教師で大学進学の影響につながったという。また、早稲田大学への在学中には、 多数のアナウンサーを輩出している学内のアナウンス、研究会で活動していた。1974年にアナウンサーとして関西テレビへ入社。同期のアナウンサーにババ鉄氏がいる。入社後は地元から通勤しながら報道、情報番組を中心に出演。1985年に発生した日本航空123便墜落事故の際には急遽放送された。 FNN 報道特別番組に伊丹空港からの中継リポーターとして出演した。現代風の挑発や柔らかい語り口、物腰が特徴で、口述する伊賀市長への就任後も婚姻歴はない。その一方で骨董への造形が深く、京都、じゃちゃちゃで骨董を扱ったコーナーを担当。高校在学中に歴史研究部を立ち上げたことをきっかけに、休日に、 故郷の歴史文化を調査したり、伊賀と関西圏の結びつきなどについて研究したり、するなど、伊賀の郷土史家としての顔も持つ。ちなみに、2012年まで、関西テレビの公式サイトに設けられていたブログでは、元祖うさぴょんと自称。先輩アナウンサーの桑原翔平や、後輩アナウンサーの藤本慶子からは、上記の特徴を踏まえて、出演番組で、栄姉さんと呼ばれていた。 2011年9月18日で関西テレビの定年に達したためアナウンス部チーフエキスパート職を最後に同月30日付で同局を退職した。ただし同年10月1日以降は子会社に転席。同局と食卓契約を結んだ上で関西テレビ岡本久志として週に3日のペースで同局のローカルニュースに出演していた。また、 2012年9月まではアナウンサーとしての活動と並行しながら神戸女子大学及び手塚山大学の非常勤講師を務めていた。2008年頃から伊賀市が庁舎老朽化に伴う庁舎建設に対する検討が行われていた。その中でアナウンサー時代の2010年2月に庁舎保存団体先人の思いをちづくりにの会を設立し、 自射保存に関する要望書を提出する。しかし、要望に反して建設計画が進められたことなどを理由に2012年9月3日に三重県伊賀市長選挙へ無所属で立候補することを表明。同年11月11日に施行された市長選において初当選を果たした。11月21日、第3代伊賀市長に就任。市長就任後、 庁舎建設計画を白紙撤回し30件、伊賀庁舎隣接地への建設を提案するが、現在地での建設を主張する木津隆平上野商工会議所回答らは反発し、住民投票を求めた。2014年8月24日に住民投票が行われるも、投票率が50%に満たなかったため、住民投票は不成立となった。 2016年4月1日、性的少数者への支援策の一環として、同性カップルを公的に、パートナーと認める制度を開始。東京都渋谷区、世田谷区に続いて、全国で3例目。なお、市長へ就任してからも、古巣、関西テレビの番組に登場することがある。2012年11月11日執行。現職市長の内康博人氏の支援を受けた。 元市職員の赤沢幸弘を破り、初当選を果たした。当日有権者数、77,215人、最終投票率 55.、55.94%2016 年11月13日、執行。自民党推薦、公明党支持の元市議の市,議の市川武人、民進党系の会派に所属する、元県議の森野正春らに候補を破り再選した。当日有権者数、 76,176人、最終投票率57.78%以下のニュース番組では、いずれも後半の関西ローカルパートでキャスターを担当。放送開始、終了のアナウンス。ありがとうございます。